ジムニーライフスタイル Vlog のゆうすけです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではジムニーとのライフスタイルを Vlog 形式で発信しています。今回はジムニー JA22W のホワイトレター動画となります。これからホワイトレター DIY をする方の参考になればと思います。今回購入したのはこちらのホワイトレター用のペンになります。ペンタイプのタイヤマーカーです。こんな感じに綺麗に塗れるかは正直謎ですが、挑戦してみようと思います。横浜の部分だけ浮き上がるように塗っていきたいと思います。まずパースクリーナーで文字の部分の汚れを落としていきます。タイヤに汚れが残っていると白く塗っても汚れと一緒に落ちてしまうので、しっかり拭き取ります。拭き取ったらマーカーをよく振って、まずは輪郭からなぞっていきます。途中でかすれるので、ペンを振って先端を押すようにして塗っていきます。ひたすら塗っていきます。こんな感じでまずは枠だけ塗り終えました。ところどころはみ出してしまっている部分は後から処理していきます。中の部分も一気に塗っていきましょう。おそらく細かい汚れがペン先についてかすれやすくなっているので、一つの文字の3分の1ぐらいで一度振ってインクを押し出す必要がありました。近くで見ると塗っている感はありますが、遠目で見た感じ案外わからないものです。周りの汚れを落としていきます。馴染みのある消毒用のアルコールと綿棒を使って落としていきます。こんな感じでマーカーが飛び出してしまったところを軽くこすっていきます。そこまで個人的に気にならないので、ほとんどスルーしました。4本で約1時間かかりました。こちら側は塗ってから約1ヶ月経過したものです。目立ったハゲもなく、いい感じにくすんで馴染んでいる気がします。洗車時に水をかけましたが、剥がれることなく問題なさそうです。こんな感じに綺麗には塗ることができませんでしたが、ワンポイント白が入るだけで全体がまとまった印象になったので、個人的にはかなり満足しています。冬にする作業としては寒くて時間もかかりますので、できれば春以降にするのをお勧めいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。